さんこんにちは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。いやー、もうすごくいい悪いってことはなく、そこまで長く語るほど内容ないんじゃない？もうブログに書くくらいでいいんじゃないかな、動画作るの大変だし。とか思っていたのですが、やりましたね。チートクスシウンは。いやどうしたの？前回のお話は丸々なかったことにしたの？待って待って、惚れ薬と媚薬って何か違うんですか？今回はツッコミどころさんが多すぎませんか？やばすぎません？じゃあ、これよりネタバレと多分な批判と怒りを含みます。嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。今回は貴重な木の実を使った中毒ソースと媚薬の作成ですね。薬漬けポーションに引き続き、今度は中毒性も致死性も激高なソースですよ。毒に侵されてたところを助けたことで、桃太郎システム的に薬師に懐柔されてしまったガチ野生のリス。そんなかわいそうなリスが薬師のためにせっせと、おそらく何十往復もかけて貴重な木の実を届けてくれていたんです。この木の実、ノエラの花を持ってしても探し出すことができないほど奥深い森の中から運んでいますからね。ボン、お前だったのかみたいな展開はなく、すぐに九段のリスだと判明してしまったのはあまり面白みはなかったですね。そこが主題ではないのでしょうがないですが、主題なのは最近人気の肉料理店のヘッドハンティングからお店を守ろう。そのためにこの貴重な木の実を使ってソース作り、売り上げを上げようという感じのお話かな。ヘッドハンティングの話がなぜか店を売る話になっていて、わけわかんない物語ではあるのですが、ぎゅっとまとめるときっとこんなお話です。ちなみにこの木の実はどんな一流シェフが探し求めても決して手に入らなかった希少な品らしいです。でもって扱いが難しいらしいです。決して手に入らない品をどうやって扱うんでしょうかね。難しい難しくないの土俵にすら上がれないじゃん。そしてそれをなんで1階の料理人が知っているんでしょう。探し求めていない時にフラッと手に入ったということですか？それか一流シェフじゃない人がたまたま見つけたってこと？何その言葉遊び、嫌いじゃないけど好きじゃないよ。どんどん行きましょう。ヘッドハンティングされようとしている店主との話でちょっとイラッとした部分として、店主たちというか親子が、この店は思い出の詰まった場所で手放せないですという言葉に、薬師が俺も自分の店を売ることなんてできないなって言ったところです。あなたは何も店に思い入れなんてないじゃん。つい最近この世界に来たばかりだし、薬屋をしたいと思って開業したわけでもないし、場所に対しても別段ここがいいみたいなのもなかったよね。売り払ったところで別な場所で店を開けばいいだけだし、全肯定してくれる2人がいればどこでもいいでしょ、なんて言うんでしょう。思ってもないような気持ち悪い同情心がすごく嫌ですね。まだ今までの物語の中でこの店じゃなきゃダメなんだみたいな描写があればいいんですよ。でもそれって最終回にやりそうな展開じゃないですか。今は早すぎますよね。余計なこと言うなって感じでした。本題に戻りまして、木の実を持ってきてもらっているお礼として薬漬けポーションを森に置いていき、リスに飲ませることに。絶対これ意図的ですよね。どうなるか分かってて置いてますよね。分かっていなかったらよっぽどの頭のなさですよ。案の定、薬漬けにされたリスは怒涛の勢いで薬師のために貴重な木の実をかき集めてきてくれました。これ動物虐待なんじゃないんですかね。動物が勝手にやったことだからこっちの責任じゃないって言い逃れするのかしら。く、筆舌に尽くしがたい邪悪ですね。たった一度毒を治してもらったばかりに、短いリス性をさらにすり減らして、木の実収穫マシーンに改造されてしまったリス君が本当に気の毒。9割9分9厘リス君のおかげで伝説の木の実のソースが完成しまして、お店は大繁盛しました。これからもリス君改め、木の実収穫マシーンは一生を貴重な木の実を収穫することだけをするんでしょう。いや、そんなにたくさん取れるんだったら貴重でも何でもないんじゃないって思いますけどね。
というか、この木の実の収穫時期ってちょうど合ってたんですね。すごい奇跡的。ああ、そういえば、どうしてこの木の実を使ったソースが中毒性があり致死性なのかって言ってませんでしたね。食べたからって死に至るわけではないのですが。このレシピを作った料理人がですね、あまりの美味しさにソースを全飲みして亡くなったんですよ。つまり、死ぬのも厭わぬほどに飲み続けちゃうほどに激ヤバな中毒性があるソースなんです。こんなの人前に出す料理じゃない。あれでしょ、断末に出てきた神の酒みたいなやつでしょ。そんなソースをなぜただの薬師が作れちゃうんでしょうか。料理スキルって持ってませんよね。鑑定と創薬しかないって言ってるんだから、それに絞ろうよ。ソースは薬じゃない。味も完璧に再現しているっていう意味がわからないです。この物語作った人って料理したことないんですか。レシピがないと同じ味って作れないんですよ。しかも一度も見たことも味わったこともない料理に対してはなおさら。一体どうやって作ったんでしょうかね。ガバガバ物語が極まっていますね。隠しダンジョンやヒールとはまた違った嫌悪感が出た回でしたね。で、終わりではなく、まだありますから、楽しい時間は続きますから。前回、私はこの主人公の言葉いいなーって言ったんですが、前言撤回します。前回のコメントでね。このナロー系主人公に言われてもなー。というお言葉がいくつかありましたが、でも言葉自体はいいんですよ。いくら中毒性のあるポーション売ろうが、その薬で狼奴隷を手に入れようが、主人公自体は惚れ薬に対してそういう考えを持っているんだ、それはいいことだって思ったので、それが1話のまま置かずに翻されるなんてね。ダブスタはいけない、本当にダメ。やるんなら考えが変わった経緯をしっかり書かないと。物語として本当に底辺だと思う。前回はさ、惚れ薬を使っても後々辛くなるだけだよって諭してたじゃん。なんで今回は惚れ薬というか、もっと強力な媚薬を作ろうと思ったの？え、包丁で刺されるかもしれない、脅されたんだって？前回は貴族の娘さんでしたよね。断ってたら下手したら首と胴体がお別れしてたかもしれませんよ。危険度は貴族の方がよっぽど高いはずなんですけれど。なんで媚薬を作ったの？ねえ、なんで？媚薬を使えても、その一時だけ発するして求める。単純に性欲処理できればいいだけであって、根本解決には至らないじゃん。なんで今回はすんなりと受け入れたんですか？しかも、薬屋と歌っているのに薬の管理が適当すぎるし、そこまで情熱はないってことが伺い知れますね。まあ、処方箋をあげない時点でお察しですけれど。そして幽霊って液体飲めるんですね。実体化していたら、それってもう幽霊要素いらないよね。どうして幽霊っていう設定が必要なの？ただの巨乳な女の子で十分じゃないですか。キャラの使い方がド下手ですよね。あと、こういうのってノエラが真っ先に飲むパターンじゃないんですか？耳の味、耳の味って騒いでいたくせに自分は一滴たりとも飲んでないなんて嘘でしょ。いつもなら真っ先に飲むのに、なんで今回だけ他人に勧めてるんですか？何か危険な雰囲気がしたから、他人に飲ませて反応を伺おう、といういたずら心ですか？なかなかに性格悪いですね。そしてお約束の解毒薬の瓶を落としてさあ大変。でも翌朝になると。解毒薬飲めてよかったね。一体どんな解毒薬を飲ませたんでしょうね。これはあれですか？薄い本、期待していますよ。という隠す気もない公式からのお願いなんでしょうか？そうとしか思えないんですよね。だって、解毒薬の瓶を割ってしまって、もうないよ、って感じでしたし、それを保管するような話がないし。そしてその大問題の媚薬を、恋人と二人きりの時ではなく、一人で店に来た時に飲ませるってどういうこと？飲み方も教えず、はいどうぞ、で渡すとかバカなんですか？何も学習できないんですか？猿以下ですか？クス氏としての責任とか誇りってないんですか？あ、クス氏じゃないんですもんね。関係のないことですよね。4話でもうこんなのってありえないですよ。ただただ気持ち悪いだけの回でしたね。